こんにちは、なっちゃんです。もう年末も末ですよね。今年もいろいろあったんですけど、とりあえず YouTube を一応続けられてよかったなと思っています。で、続けてこられたおかげで文学系 YouTuber としてイベントに呼んでいただく機会がありました。書店員芸人の鴨志田セブンさんにお声掛けいただいて、読者たちの夜会っていうのと読者たちの集いっていう読者シリーズのイベントに2回出させていただいたんです。その様子が、会場に来てくださった方と、あと生放送でも YouTube で配信されてたので、見てくださった方はありがとうございました。で、実は今イベントが終わって帰ってきて撮ってるんですけど、なんで回しているかっていうと、レプリオバトルっておすすめの本を1人1冊持ち寄って5分かなでプレゼンして、メンバー全員のプレゼンが終わったところで視聴者の方とかに誰の紹介した本が一番読みたくなったかっていうのを投票してもらって順番を決めようでっていうバトルなんですけど、お気に入りの本持ってったんですけど、まあ、私これ好きだし話せるっしょと思って行ったら、ちょっと緊張しちゃってうまくいかなくてですね、悔しくって。自意識の問題もあるんですけど、せっかく紹介するんだったらもっとちゃんと紹介したかったと思って、でイベントは失敗したけど、私には動画があるわけなので、編集とかカットを入れて自分の満足いくものを出そうと思って撮っています。紹介したいのがこちらなんですよ。ブラザーズブラジャー、佐原ひかりさんで、川手書房新社から出ているものです。今年の6月に出ています。これは第2回氷室冴子青春文学賞大賞受賞作ということで、物語の概要なんですけど、超ざっくり言うと、帯に書いてある通り、新しく弟になったのはブラを好きな男の子だったという話です。爽やかな青春小説ですね。すごいまっすぐです。もしかしたら普段から小説読み慣れてる人だとふーんって読み進めちゃうかもしれないんですけど、必ずね、はって手が止まる瞬間があると思います。というのは、自分の中にある差別心とかずるい心とかにとことん真剣に向き合う、そのまっすぐさにすごく胸を打たれる小説です。ポップでね、読みやすいんですよ。でも気の抜いたところのない鋭い作品だと思います。まず最初に私のこの作品との出会いをお話しさせていただくと、去年の秋とかに読んだんだったと思います。エブリスタっていう小説投稿サイトで読みました。その時は単行本化とかもされてなかったんですよね。元はといえば、 YouTube 私が始めて2本目の動画でね、推し出版社を語るっていう動画を出してるんだけど、それはね、その時 Twitter でバズってたツイートがあって、みんな誰しも推しの出版社ってあるよね、え、ないの？みたいなツイートだったんです。で、それにリプライの形で、私はここが推しです、僕はここが推しの出版社です、みたいなのがね、すごい連なるっていうハッピーツイートだったんですけど、そのツイートの主がこの作品の作者の佐原ひかりさんだったんですね。私、佐原さんのことはだいぶ前からツイッターで存じ上げていて、小説書かれる方だっていうことも知っていたので、で YouTube でそのなんだろうな、元ネタとしてツイートとかも出させていただくので、せっかくだから作品も読もうと思って読んだのが、これがね、解題されてるんですけど、解題前の現代の君の行方に愛を手をっていう作品でした。フラッと読んだらすごくいい作品で、興奮してレビューしたのを覚えてます。改めてあらすじを説明させてください。主人公は高校生の女の子で、父親の再婚によって中学3年生の弟ができるんですよ。で、ある日ひょんなことから弟の部屋に間違えて入っちゃって、弟が鏡の前でブラジャーをつけてるところを見てしまう。その時の主人公の反応がこちら。何か言わなくてはと焦る。これはあれだ、あの保険とか道徳の授業で習ったやつだ。 LGBT ってやつ、テレビドラマや漫画にはよく出てきていたけれど、実際に見るのは初めてだ。生まれ持った体の性と心の性が異なるとか、同性を好きになるとか、そういうやつ、それに違いない。そうじゃなければブラジャーなんてつけないはずだ、っていう心の声で、その後弟は、LGBT とか関係なく、普通にブラがおしゃれで好きだからつけてるんだってことがわかるんだけど、今読んだ箇所のように、主人公はその弟のブラジャー姿を見てしまった時に、やっぱりね、男の人がブラジャーつけてるってどういうことって全然理解できないんだけど、不用意なこと言わないように、また傷つけないように、とにかく否定しちゃいけない、肯定しなきゃって言って頭をフル回転させるんですよ。あ、わかるよ、いや普通にそういう人いるよね、だってブラ可愛いもんねって肯定しなきゃいけないって強く思って、混乱して空回りしまくる主人公が、私にとってはめちゃくちゃリアルでした。この本は普通ってなんだろうっていう問いを突き詰めた本だと思ってます。私はね、これ大学4年生の時に読んですごく刺さったし、まあ今読んでも刺さるんですけど、特に中高生の方が読むといいんじゃないかなって思います。多様性を尊重しようねっていうことは、いろんなところでいっぱい言われていることで、今はそれが時間をかけて浸透していく、こう真っ只中だと思うんですよね。浸透していくというか、浸透させていくというか、
だからその真っ最中だからこそこの物語の中の設定を借りると、男なのにブラつけるのって普通じゃないよ、変だよとか、あと舞台が学校なので小さな揉め事として、あいつ陰キャラのくせに出しゃばりやがって普通に空気読んで振る舞いよなみたいなねことも、ね、出てくるんですよ。そこで主人公がこう思うシーンがあるんです。陰キャラ強い言葉だ、静かで目立たない人たちをバカにする言葉、倫理的に憤りを覚えるというよりは単純に自分たちが強い側にいることに無自覚な人が怖い、彼らが作る普通はいつだって私を刺せる、刺すつもりもなく刺せる。ちょっと引用長くてすいません。多様性っていう言葉にのっとれば普通なんてないんですよね本来。でも誰しもの心の中に普通こうでしょっていう感覚って絶対あると思うんです。主人公の仕草もこの普通っていう感覚の中で物語中ずっと揺れ動き続けます。さっきね中高生に読んでほしいって言ったんですけど、それなんでかっていうと、普通ってなんだろうとか、普通じゃないって思われるのが怖くて自分を出せないみたいなことって、その時期に一番思い詰めて考えてたかなって自分を振り返って思ったので、だからぜひその年代の方たちにとりわけ読んでほしいなって思いました。で、内容の話に戻ると、個人的には主人公のちぐさちゃんが結構世間から言われる思われる普通ど真ん中の子っていうのが設定として効いてるんじゃないかなって思います。でもちょっとだけその普通であるために自分を偽ってる感覚っていうのがこうモヤモヤと自分の中であって、周りに合わせるっていうか、それってどうなのかなって思ってもちょっと自分の意見言わないでおこうみたいなね。そんな中であった自分の血のつながらない弟が、俺はブラが好きだっておしゃれですごいじゃんって静かに言い切れる姿を見て、そして周りに流されない自分の世界を持っているっていうのを知って、多分すごく憧れて、まあ、ちょっとね物語中その大変なゴタゴタとかがいろいろあったりしたんですけど、それを経て主人公のちぐさちゃんが成長していく姿っていうのがめちゃくちゃ眩しいんですよね。ちょっとしつこいかもしれないけど、普通っていう軸は多分どの時代どの環境にあっても大勢の他人がある一緒のこうコミュニティで活動する以上絶対にできてしまうものだと思います。したがってやっぱりこう自分の中にも普通っていう感覚が生まれて、その範疇の外にいる人と出会った時に差別心が生まれてしまうっていうのはもうしょうがないと思う。でもその中でそれをどう受け入れていくのかっていうね、もうラストがね本当そうだねってじんとしてしまうんですけど、まあ、それは置いといて、普通っていう概念にがんじがらめになっていた女の子が他人を本当に認めるってどういうことかっていうのを感じ取っていくと同時に自分をちゃんと表現できるようになるっていうところの第一歩の物語がこのブラザーズブラジャーです。言いたいことはね言えた気がします。満足しました。あとはちょっと主題と関係ない話をすると、下着屋さんに行きたくなりました私は。いやなんか確かにブラっておしゃれですごいよなと思って、なんかまじまじとそのレースとかさ作りとかを見に行きたくなっちゃったよね。それからストーリーの中で主人公が弟にね下着の色について相談するシーンがあるんだけど、その辺はねちょっと個人的に春彦先生と思いながら読みました。春彦っていうのはあの弟の名前なんだけど、自分にとって下着ってなんだろうって思った。下着ってまあ多くの場合は、自分自身あるいは、ごく一部の親しい人にしか見せる機会がないものだと思うんだけど、それの選び方とかそれに対する考え方に結構自分の性格出るなと思ってとかね、ちょっと顧みたりもしました。という感じのブラザーズブラジャー。そういえばエブリスタで読んだ時はもう春彦くんが素敵すぎてこんな子に出会いたかったって思ったんだよね。まあこの小説で出会えてよかったんだけど、単行本になるにあたってブラザーズブルーっていうね続編も書かれているので、私はまた春彦くんに会えてそれもとても嬉しかったです。素敵な一冊なのでぜひ読んでみてください。というわけでちょっとイベントで失敗した書評をやり直してみるっていう動画だったんですけど、1個告知がありまして、12月31日に、年またぎ紅白読書案内というイベントにゲストで出させていただくことになりました。こちらはですね助谷さんからお声掛けいただいたものになります。伊藤賀一さんってスタディサプリで日本史を教えてらして、私めちゃめちゃそれ見てたんですけど、仮面浪人時代賀一先生の日本史講座にめちゃくちゃ助けられたんですけど、それ置いといて、伊藤賀一先生と助谷さんがホストで、他にもいろんな方がゲストで出られるということで、そのうちの一人におそらく紅白本紹介合戦的な感じになるのかなと思ってるんですけど、12月31日22時から
で年越し生放送なので皆さんいろいろ見るものとかあって忙しいと思うんですけど、よかったら見に来てくれると嬉しいです。なんか画像とか出しておいたりとか下に概要とか貼っておいたりするので、ぜひチェックしてくれると嬉しいです。そう、私はいつもね本当に告知とかを忘れてしまうので、今回はちょっとしてみようと思いました。滑り込みでギリギリ間に合ってるかどうか分かりませんが、では楽しんでいただけた方とか、これ読んでみようかなって思ってくださった方はチャンネル登録と高評価お願いします。そうだ、あと聞いて今思い出したから言いたいんですけど、これイベントやってた時にビブリオバトルの部分だけ YouTube で生放送されてたんですね。そのコメントチェックしてた方が言うには、結構なしちゃんが出るからって言ってチェックしに来てくださってた方がねいたらしいんですよ。なしちゃん大好きですとか書いてくれてたらしいんだけど、ビブリオバトルの投票の段になったらみんなスッと本当にビブリオバトルが上手かった人に入れるっていう、私への組織票とかなく厳しくそこは正当に評価していただいて、それがちょっとこう嬉しかったというか面白かったので、これで挽回できたでしょうか。挽回できてなくてもいいんですけどね。あのビブリオバトルはね、生放送のアーカイブとか見てくださるといいと思うんですけど、同じくゲストでご一緒だった情報社会学者の塚越先生がバーネットの小工場をご紹介されてたんですけど、もうそれは読みたいでしょっていうめちゃめちゃお上手なご紹介だったので、私のプレゼン力では勝ち目はなかったかなと思うんですけど、それにしても組織票が一切入らなかったことがすごく面白かったので、正当な評価をありがとうございました。なんてそういう話でした。まあ年内最後かな。なのでありがとうございました。今年もちょっと更新頻度はめちゃくちゃ下がっちゃってるんですけど、皆様のおかげで楽しく YouTube 活動できているので、来年はねもうちょっと更新頻度を上げられるといいなと思いつつ、自分のまあペースで頑張ろうかなと思っています。ではまた次の動画で、またね、バイバーイ。